踊り出てきました。2分04秒386現在トップ。さあ、そして、失礼しました、ダブルエントリーの関係でちょっと順番が緩まりましたね。ゼッケン7番1番クラスがスタートしていきました。オーバーマサージ、さあ S1 クラストップバッター、ゼッケン7番大場正明。さあ大場選手、借り物デミをダブルデミになりますが、さあここから立ち上がってドリフト真ん中を抜けて外周ハイスピードで抜けていきました。大場正明、さあ今日大場選手が戻ってきました。さあスピードを乗せてテクニカルセクション、レイクサイド大外回りから入ってきます。さあ勝瀬選手を追いかけた後はワインゲットのゲイストエース先行、ゼッケン7番。さあグレーのデミオ、ゼッケン7番はオバマサーキー。さあ最終のおっと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 、さあかなり足を取られましたが、今ゴールタイムは2分。さあティングリッド、ゼッケン9番は藤原秀俊。さあ勝手選手が大活躍を狙ってきた。本公演半決勝入ってまいりました。続くスタート決勝9番は安心を打った安定、 DS の手によ藤原秀俊がスタート。さあスタートしてから1レーンギャラリーコーナーへと入っていく。左、そして右の S、 大きな S 字を抜けて、さあフレッシュの1番右側を駆け上がっていきます。藤原秀俊、さあそして先行ワインジェットのツイート、8番マッセ・トモヒベテランドライバー五郎会。さあ最終奥にスケインと飛び込んでまいりました。さあスケインです。さあそしてスタンバイは M1 クラス最終ゼッケン、ゼッケン6番寺崎幸スタンバイであります五郎会スペースミック。さあギャラリーコーナー抜けていったのは藤原秀樹であります RG 大分。藤原選手が豪快にアクセル全開でも乗ってまいりました。スタートはゼッケン8番寺崎勇気、絶対の大外回りは藤原秀俊、アルチューイダー、アルテントランスポートサービスのデミを通じてくれるようであります。さあ寺崎選手、高老会直営シビックが外周ハイスピードと抜けてきました。さあ藤原戻ってきた、最終のスイッチ、FG、さあ、右に出て、左にスペアリングを入れて、今、チェッカー、ファイナルは2分。L1 クラス最終ゼッケン、寺崎勇気、L1 トップは永田選手ですね、永田真帆2分04秒386のトップタイム。さあ、ワンターンスイート。さあちょっと右に左に振られましたが、寺崎勇気スピードを乗って、さあ後半特別なセッション絶対でちょっと飛び込んでました。さあレコード大外回り、右に大きく回ってそこから内中へと入ってくる。さあそして追っかけスタートはゼッケン10番5番の1番クラス。ゼッケン寺崎勇気、さあ左の段からストレート、そして最終の点と飛び込んでいきます。現在タイムは2番2分を回った。さあこれを1台のレコーダー2分1点を抜けて、寺崎が今ゴール2分03秒トップはゼッケン6番、最終ゼッケン寺崎が2分03秒932、2番手に永田誠04秒386コンマ5秒遅れ。さあ続いて3番手に佐藤豊、4番手藤崎、5番手に安川、そして6番手に吉本というオーダーでありました。エルマンクラス決勝第1ピート。さあそして5秒、
オレッソの真ん中を抜けていったので90番古賀香織横続いてスタートは広い手には秋竹誠二その秋竹選手の爆弾大転倒復活してまいりましたまずはハイパフォーマンスゲームのシーアレンジそしてブルーの清掃横浜スピードマスターワンダー清掃で拳銃番古賀香織が戻ってきたさあネクタイの内回りから最終の試験へと飛び込んできたさあ、ステーリングを右に、そして左にもう一度入れて、今ゴール、タイムは2分14秒5。さあ、外周から豪快にスピードを乗せて、まずはハイパフォーマンスデミオ。11番、秋竹誠二、真っ白、ホワイトのデミオが、さあ、ギャラリーコーナーを抜けて、外周のハイ。秋竹が大格好、バックサイドから1つ下がってきた、両サイド、大外回り、スピードを乗せて、ここから内周へと入っていく、テクニカルセクションであります、秋竹誠二、さあ、フォレッタのサイドは、奥竹スタートで、県警2番、平安隆二、スピードマスター、アドバンデミオ。さあ、まずは最終。ピンへと飛び込んできた白い手には秋竹誠二連続点を見事に抑えて今チェッカーファイナルは2分06秒157はベストタイム7号ベスト更新さあギャラリーコーナーを抜けて時間手を取ることができませんでした松田恭平さあ今年は最先よく最先よく第1戦からしっかりゲットしてまいりました松田恭平が今スタートあ、かなり豪快に攻めておりますさあ取った後の SG 真横を向いてさあ昔を見出したが松田恭平が元気です抜けていきました。そして絶景12番前後平安龍二が戻ってくるスピードマスターアドバンテミオさあレッグダンエクサイド内周からストレートそして最終のエクサイドスピードに飛び込んできた平安龍二さあそして左にステーリングを入れて今ゴールファイブは2分12秒058 12秒0トップ秋竹誠二2分06秒157 2番手藤原3番手大場というオーダーでありますさあ第1戦のウィンナー松田恭平がご出場グリーンの横浜ワンターンスピードマスターでさあここも豪快に下ってきました絶景13番第1戦のウィンナー松田恭平のワンターンスピードマスターで見よう現在トップは秋竹誠二2分06秒157さあそして堀田が今スタートフォレットの右側を抜けて堀田が外周へと抜けてきましたそしてここもちょっとここもよく踏み消して立ち上がってきたさあ果敢に攻めます松田恭平さあ第2戦を取ることができました点を抜けて松田が今ゴールタイム2分02秒恭平がベスト更新なんと秋竹に4秒差をつけてのベスト更新であります続いてデザイヤー堀田浩二コース上さあギャラリーコーナーに飛び込んできた横浜ワンダンスピードマスターデミオ白いデミオの今ギャラリーの前を抜けていく続いてスターティングレッドゼッケン15番の赤座の幸太郎アクティーやたら君のスイストさあ堀田が内周へと戻ってまいりましたレッドギャラリーの前を今通過そこから一球で入ってくるさせて追いかけスタート中園のスタートストレートからギャラリーコーナー SD を大きな SD を向けて一球ハイスピードを一気に高いところに持っていきます黄色いチェスト
3次新しいのピースを出して先行で天竜4番堀田が戻ってくる白いピースト白いテイミオさあ最終の1点を抜けて堀田が今ゴールタイムを2分07秒いった工事工事上黄色いピースはゼッケン15番一定ワンクラス中園幸太郎バックラック中絶圏中での方からは熱い上がりの球場がバックラック中絶圏内の大外回り熱いクラックありました熱いクラックがスタート熱い16番秋元秀樹 N1 チャンピオンが熱いクラックなんと初の FR さあ右手をトト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 N1 の全国チャンピオンでありましたが松本を倒して中野の中心と今戻ってきた最終の試験から今ゴールタイムは2分0